バイオのクロスメディアバークロスメディアバーミディウバー XMB とはソニーが採用しているユーザーインターフェースの一つ。アイコンの横方向と縦方向の列で操作が分かれる。横はカテゴリー、縦はその内容を表す。もともと PSX 向きに開発、採用された。2004年にグッドデザイン賞、2007年には e s p の XMB が ME 賞を受賞した。XMB の特徴は、横軸に各カテゴリラ、縦軸に各メディアへと分かれ、その後グループからファイルを選択して、再生や回覧と進む手順になっている。アイコンが滑らかに動く様子や、非選択時には半透明化し、選択時にはバックで柔らかく点滅する効果など、視覚的にも分かりやすいデザインとなっている。 また、XMB 製品は、ホームボタンで、各カテゴリーを選ぶと、トップ画面に戻る。DVD、BD レコーダーの場合は、XMB のみでは手早く操作できない録画予約、等のために、リモコンに専用ボタンがあり、XMB と組み合わせて使用する。キーの操作が、縦と横で分かれているので、コンテンツの検索が、縦方向でしかできないことから、 大量のコンテンツの検索には帰って手間を要することがある。基本的に十字キーがあるハードウェアに適している。スクロールを多用しており全ての操作が一画面に収まらない場合が多いため、マウスやタッチパネルのようなデバイスには不向きである。液晶ベイガの HVX シリーズと PSX は CPU に、エモーションエンジンと描画プロセッサーに、 グラフィックスシンセサイザーを搭載しているため、XMB の動作が非常に滑らかになっている。ブラビアの X1000 シリーズ、プレイステーション3、スゴロク、BDZV7、V9 も同様に滑らかな動作になっている。また、これらの製品は、XMB を起動すると、視聴中の映像が半透明になる。近年発売された製品の XMB は、 映像の半透明表示は廃止され、動作も滑らかではなくなった。全世代機で XMB を採用していたゲーム機の PlayStation w i t a や PlayStation 4は XMB を採用しておらず、ブラビアは2011年春モデルから、ブルーレイレコーダーは2016年春モデルで新 UI となり、プレイステーション3は2017年3月で出荷完了したため、現行の製品から、 XMB は姿を消すことになった。ありがとうございます。